ブライアン・デイビッド・バーデンはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。2002年 MLB ドラフト6巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名され入団。2007年4月3日にメジャーデビューを果たしたが12試合の出場で打率。083の成績で5月3日にトリプル A 級のツーソンへ降格。2007年8月13日に セントルイスカージナルスへ、ウェーバーで移籍。カージナルスでは9月以降に15試合に出場し、シーズンを終えた。カージナルス時代のバーデン2008年は、北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表に選出され、銅メダルを獲得。メジャーでは9月以降に9試合に出場。2009年は4月に、新人選手としてリーグ1位となる打率。 385.3本塁打を記録し、月間最優秀新人に選出された。しかし、5月以降は打率14、141と低迷。シーズン終了後、FA となった。フロリダ・マーリンズへ、マイナー契約で移籍。2011年、テキサス・レンジャーズとマイナー契約。2011年7月18日、広島東洋カープが獲得を発表。1年契約で、 年俸2000万円プラスでき高払い。背番号は35。シーズン途中からの入団であったが、日本の野球に順応し、368と高い出塁率を記録した。2012年も引き続き、広島に所属したが、右肘を痛めて、検査のために7月に一時帰国。その後再来日したものの結局一軍での出場は、なく10月4日に、 米国へ帰国した。保留選手名簿から外れ、11月30日自由契約公示された。2013年1月10日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結ぶ。2014年はメキシカンリーグのカンペチェ・パイレーツと契約。2014年6月にアトランティックリーグのサマセット・ペイトリオッツと契約。ありがとうございます。